マスターピースは主にキングズ・シンガーズのレパートリーとして知られるポール・ドレートンが作詞作曲した合唱曲。1981年にキングズ・シンガーズが開催したコンペティション、ザ・キングズ・シンガーズ・コンポーザーズ・コンペティションにドレートンが応募して提出した作品であり、多くのクラシックの楽曲を下敷きにしたパスティーシュが盛り込まれているが、 作詞作曲ともドレートンがクレジットされている。ドレートンは、その後もキングズシンガーズに楽曲を提供しているが、キングズシンガーズのファンの間では、もっぱら人気曲である、マスターピースの作曲家としてその名が知られている。キングズシンガーズはアカペラで演奏するが、市販されている楽譜には、ピアノ版奏譜も含まれている。全体を演奏すると、9分、10分、ないし、 11分ほどの長さになる。この曲は、キングズ・シンガーズの2005年の DVD、フロム・バード・ツーザ・ビートルズの中で取り上げられた。この作品は、7つの楽章と、コーダから構成され、各楽章には、形式名などのキーワードというパターンで楽章名が付けられている。ありがとうございます。